皆さんこんにちは本日は久島城をご紹介します久島城は現在の長崎県大村市にあります昔の比善の国ですアクセスとしては大村駅から徒歩30分ほどですバスもあります駐車場があるため自家用車やバイクもおすすめです長崎空港からも近く車で15分ほどと交通の便が良いです 現在の城は大村公園となっています一般的な公園とは大きく異なり石垣や堀などの城郭の遺構や船蔵跡など歴史的な史跡があります特に石垣は見事で複数の箇所で見ることができます私が行った時も石垣を整備されていましたありがたいです他にも国の天然記念物大村桜 長崎県の天然記念物、串間桜をはじめとした桜や花勝負園など、草花の景観も美しい公園です。また、串間城は大村湾に面しており、海の景色も素晴らしいです。歴史に興味がない方でも楽しめますので、非前のに現在の長崎県に行かれる方は、ぜひお越しください。串間城の歴史については、現地の説明板と、 概要欄に記した参考文献を参照しております。串間城は、大村湾に面した大村線城地南端の突出した半島の基部に構築された平山城で、近世大村市の居城です。近世以前の室町戦国期における大村氏は、今富城や吉武城などを構えていましたが、永禄7年、西暦1564年に、 大村墨忠は三条を築城して移っていきました時が流れ墨忠の子義昭の時関ヶ原の戦いを控えた不穏な情勢に対処するには三条は海に遠く大敵を引き受けて戦うには不便であるとしてより堅固な城の構築の必要を痛感し築城に踏み切りました義昭は文禄慶長の駅の体験から 海に近い要害こそ最も防衛に適しているとの判断を固め、家臣に適当な地を諮問しました。その結果、食い鉄の地こそ海に近く良好であるとして、不審にかかり、掘りや石垣など工事が始まりました。しかし、大村業部の大風住勝が要害とは言えないため、三島こそ適当な地と述べました。 そこで悔鉄の築城を中止し改めて家臣らが相談したところ結局串間の地が良いと祝議一決しさらに風水の面からも良好の地ということで串まで落ち着いたと言われていますこうして家臣らが手分けして慶長3年西暦1598年または慶長4年に築城され義明は三条から串間城へ移りました。 これにより大村家19代当主で大村藩初代藩主の義昭から幕末の大村家30代住広まで大村氏の居城となりました築城に伴って三条の城下に居住していた家臣はもちろん領内各地に割拠していた家臣もまた串間城下に集中させられ城下町も成立発展していきましたこれが、 今日における大村氏の原型をなすものでした。しかし、当初の串間城は種々の点で不備があったようで、義昭の子、住よりの地政下の慶長19年に改修が行われました。この時、被護の加藤和恵の神清正の助言があったと伝わっています。以後、数回にわたって城の石垣が修理されるなどして幕末に至りました。 大村義昭の父、墨田は日本初のキリシタン大名として有名です。その着手であった義昭もまたキリシタンでしたが、天正15年、西暦1587年に父墨田が亡くなり、後を継いでからは豊臣秀吉のバテレン追放令の交付に伴い、徐々にキリスト教から離れていきました。慶長7年には教会を焼き払う一方で、 本教寺を混流して北華宗都としてキリシタンを迫害しましたが現那2年西暦1616 16年に義明は亡くなりますこのため串間城中でキリシタンに毒殺され報復されたと言われていますが定かではありません義明の後を継いだ墨よりもまた義明没後の3年後急死しています大村氏は松後陽氏の金に触れて 海域の危機に陥ったものの、過労大村彦右衛門の画策で事なきを得て、以後も串間城主として幕末まで存続することができました。幕末には海国砂漠派と尊能上位派が対立するものの、最後の大村藩主住広が、現時元年、西暦1864年、 長崎奉行を辞任するとともに藩論を尊王攘夷に統一して勤皇への道を歩み明治維新を迎えました明治4年の廃藩置県で大村県庁が置かれたものの大村県は長崎県に合併となって不要となった建物は取り壊されました明治17年旧藩家臣により大村家歴代を祀る 大村神社が建物が壊されたことは残念ですが城が失われることなく地元の方々によって守られ続けていることは本当に素晴らしいことです私が大村神社でお参りした時も近所にお住まいと思われる方々が神社の方々と談笑されていました境内はきれいに整備されており ゆっくりと散策させていただきましたなお本丸が神社の境内となっています大広間など侍詰所があった西側が大村神社藩主の巨漢だった東側が福島稲荷神社となっていますなお福島城には天守閣はなく平屋の御殿でした本丸をめぐる石垣の上には兵がめぐりやや鉄砲の様 ごま堂や多門や倉があったと記録されています。本丸の出入口については、南に大手、北に絡め手門があります。北側は築城当初、城の大手でしたが、慶長十九年の大改修により、現在まで裏出口にあたる絡め手門になっています。新たに南側が大手になり、小口門、台所門。 め手門の3つの入り口の形が定まったと伝えられています。西側のの小口口が本丸正面の出入り口となっています串間城の特色は海に面した場所に立地していることおよび石垣が複雑に巡らされていることで特に大手門から本丸に至る箇所はいわゆるマス型を成していて見通しを妨げています。本丸を中心に 二の丸とと三のの丸丸が組み合わされるという基本構造です二の丸は本丸の外側のくるわであり南屋敷に米蔵ブグ蔵などがありました現在は城跡として残っており見学することができます三の丸は空堀の西側にありお船蔵を併設するくるわです土蔵や炎症小屋があり 北側には米倉万人屋敷が置かれていました。現在は長崎県教育センターとなっています。船倉は多くの藩に設けられたものの、串間城のように原型のまま保存されているものは極めて少なく貴重な遺構です。串間城の船倉は四大藩主墨長が元禄年間に築造しました。江戸時代、船は重要な交通手段でしたが、 領地が海を取り囲む形の大村藩では特に重要で藩主が各地に赴くときに船が多く使われました現在大村藩御船蔵跡として長崎県指定史跡となっています他には長堀および南堀の跡は花勝負縁となっています花の見頃は5月下旬から6月中旬とのことですさらに現在は 本丸の大村神社にある国の天然記念物である大村桜と長崎県指定天然記念物串間桜をはじめ串間城は桜の名所にもなっています私は秋に行ったため次は勝負の花や桜の時期に来ようと思います串間城は戦後期の終わりから幕末明治維新まで大村市の居城大村藩の中心であった城です 長い歴史を持つこと自体も素晴らしいのですが令和の今まで地元の方々によって石垣など遺構が守られていることに感銘を受けますさらに廃城となった後でも国や県の天然記念物の桜をはじめ海の風景など多くの人々を引きつける魅力を増し続けています是非肥前国へお越しの際は来てくださいご視聴いただき ありがとうございました。